そう、なんか病院に行ってきてですね、結構遅くなっちゃったんで、簡単にこの冷食のラーメン横綱っていうのをちょっと試してみますよ。水がいらないらしいんですよね、豚骨醤油味で。なんでちょっとこれだけでいけるみたいなんで行ってみます。手軽みたいなんですよね。できました、ラーメン横綱ですね。温めるだけのやつなんですけど、冷凍のやつでですね、まあ、ただ具も入ってるんですけど、なんかどうせしょぼくいいなと思ったんで、一応具はネギとかザーサイとか、あと手作りチャーシューとか卵とか自分のやつを入れました。こんな感じですかね。ラーメン横綱です。行ってみます。今日は今年初の病院行ってて遅くなっちゃいました。もう2時近い、めっちゃこれ、なんて札幌黒ラベルいきます。エキストラドライですね。よし、じゃあこの横綱ラーメンですか、行ってみます。水も使わなくていいってやつなんですよ、冷凍温めるだけの。行ってみます。うん、あ、うまい。スープはすげえ濃厚ですよ。うまっ。麺いきますね。結構コシありますよ、冷凍でも。美味しい、これは。ただ汁が少ないんだよな。なんだろう、この汁の少なさは。これ本来入ってる具なんですよ、チャーシューなんですよ。しょぼいんですよね。味はしっかりしてるんですけど、しょぼいですね。こっちは自分で作った手作りチャーシューなんで。当然手作りチャーシューの方がうまいっすよ。麺は思いのほかしっかりしてますね。細いんですけどね。細いからもう、だるだるでコシがないのかなと思ったんですけど、そうでもないです。うまいです。ザーサイと一緒に行ってみます。うまいっすね。これもともと入ってる。麺も。おぉ、麺もしっかりしてんな、これ。じゃあ最後に行きます。美味しいですね。なかなかでした。もう早いもんで、今日は6日か。だから金曜日か。1月最初の金曜日って感じですかね。病院今年初の行ってきて、毎月行ってる。ただ僕は薬もらい行くだけなんですけどね。あとまあ、担当医の先生と、ただ喋るみたいな感じなんですけど、混んでんすよね、最近本当に。もうコロナですよ。発熱外来もやってるんで、それとか、あとワクチン打ったりとかね。もう本当に、そういうのが増えてるっぽくてね。2時間待ちましたよ、今日は。思いっきり。これはですね、視聴者の方から記入いただいた LINE を読みますね。こんばんは。たけるさんの新ドラマについて、いい脚本であることを祈ります。昨日のね、僕の動画のやつですよ。不安視されてるって、まあね。なんかちょっと辛辣な意見があったやつですよね。演技について悪意のある記事だなと思いました。一部のアンチの人たちの意見だと思います。たけるさんは作品を客観視し常に最善を求めています。それはたけるさんが負けず嫌いであり謙虚であるからだと思うのですが、イケメン俳優と言われますが、天皇の料理番にしろ義母娘にしろイケメンに見えない。そうですよね。天皇の料理番僕もちらっと見ましたけど、イケメンではないですよね。本当田舎の青年みたいな感じですよね。で、ギボムスの麦田はまさに3枚目ですよ、あれは。ね、あえてイケメン色を消してますよね。8年越しの花嫁や奥男、ファーストラブの春道さんも本当に普通の人。ボソボソ喋るキャラクターもいますし、快活なキャラクターもいます。ぜひ、俳優佐藤健の素晴らしさがたくさん認知されますように。犬屋敷の時の佐藤健は、怖いんですよね。闇のある感じだし、そうですね。守らなかった者たちも、やっぱり犯罪者。もう世の中に絶望した感じの男の役だったし、ボソボソ喋るって感じではないですよね。まあ、その本当に役によっては、全然違う感じ。よくカメレオン俳優っていう言葉ね、よく聞く、まあ、例えですけど、佐藤健がその部類に入るんですよね、きっとね。なんかの記事で読んだけど、新人のジュノンボーイの子が憧れてるのが佐藤健さんで、あのようなカメレオン俳優になりたいみたいなね、ことを言ってたんで。まあだから、カメレオンのように何にでも染まれるってことですよね。その、一辺倒ではないと思います、決して。
ライズさんが今回の記事にも冷静にツッコミ入れてくださって嬉しかったです。久々に天皇の呼び場を見まして感動しています。わかんないですけど、僕はこのそういう意見が出てきたりとかするので、佐藤健くんが久しぶりにドラマやるからだと思うんですよね。3年ぶりに、うん、だからやっぱりアンチってどうしても出るんですよね。そうなるとね、どうしてもね、地上波になると出てくるじゃないですか。映画とかだとお金払う人しか見ないじゃないですか。手軽には見ないですよね。ファンだけが見るもんですよね。アンチの人は見ないでしょ、金払ってまで。まあネットフリックスもそうですよね。登録しないと見れないんで、それも月額かかりますからね。金払ってまで見ないですよね。まあ文句言う人ってのは無料で見れるものに対して言ってるんでしょうから、まあそれはドラマが始まるっていう意味で無料で文句言えるっていうね、そういうことだと思うんですけどね。まあでもそういう見方ってあるし、モネちゃんが言ってたね、まあ商品ですから自分たちはっていうのと同じですよね。で、そういう意見はレビューだと思うっていうね、いいね、例えをモネちゃんがしてたんで、さすがだなと思いますよ。あとちょっと面白いのがあって、週刊実話ウェブなんですけど、今ロケしてるんですよね、撮影してるんですよね、ドラマのね。年齢は井上真央さんが2つ上、芸歴も長い。それでも恋人役を演じるためか2人の間で敬語禁止のルールを決めているようです。カメラが回っていないところでも恋人のようにタメ口で私生活についてあれこれと話して親睦を深めています。何しろ初共演で、しかもラブストーリーとあとお互いの距離を縮めるようなコミュニケーションに努めていますと。まあね、タケル君はいいところを探すって言ってますからね。井上真央も佐藤健も台本完全に頭に叩き込んで、撮影はほぼ NG なしで順調に進んでいるというが、井上真央が家庭的な一面を見せる一幕も。佐藤健さんは全くと言ってほど自炊をしないそうで、外食かデリバリーばかり、まあウーバーイーツですよね。そんな佐藤さんの体力を気遣ってか、井上さんが勧めてきたぬか漬け。いいじゃないですかね、ぬか漬けね。どんな野菜でも美味しく食べられると力説し、絶対にやった方がいいよと勧めていました。佐藤さんも、ぬか漬けの匂い気にしつつも、へえと答えていましたからね。今後も漬物談義に花が咲きそうです。食べ物の話好きだっつってましたもんね。人気女優がぬか床をかき混ぜてる姿はなかなか想像できないが、二人が臭い仲になる日近いのか。これちょっと僕はね、一言言わせていただきたいですけどね。ぬか漬け、ぬか床っていうのは、なんていうんですかね。流行ってると思います。菌活っていうんですかね。乳酸菌とかね、その菌の菌活の中ではね、自宅でぬか床つけるおしゃれな人も結構僕は増えてきてると思いますけど、ね、僕もぬか床あるんですよ。最近ちょっとつけてないんですけど、まあ、ちょっと気が向くとつけるんですよ。でね、これとおっしゃってるようにね、臭いって言いますけど、臭くないですよ、ぬか漬けは。キムチの方が臭いですよ。まあ、あれ発酵、かなり発酵しますからね。キムチとか、あとまあ、そうだな。草屋とかだったら臭いって思いますけど、ぬか漬けは臭くないですよ。なんか勘違いしてんじゃないのかなと思いますよね。ぬかはいい匂いですよ。なんかだから僕はちょっとね、ぬか床を持ってる身からすると、これは下せないなと、ちょっと思いました。一言文句言いたいなと思います。ぬか漬けは臭くないです。